どうも、お酒は私の手がまさやんです。こんにちは。今日は2021年7月25日でございます。キリンビールクラシックラガーですね。飲んでおります。いやー、オリンピックさっき見てたんすよ。スケートボード堀米選手マジおめでとう。全然ルールとかしてなかったんですけど、やっぱり応援しちゃいますよね。うん、こういうスポーツの祭典大好きなんで、めちゃめちゃ応援しました。はい、ということで YouTube の方でも告知しておりますが、 Twitter の方でもね、すいません、今日のですね、第三国志ライブ配信お休みさせていただきます。申し訳ございません。理由は2つありまして、1つはオリンピックですね。まあ、サッカーね、日本対メキシコもありますし、卓球も熱いし、もうこれね見たいんですよ。お酒飲みながらね、熱く応援したいので、はい。それと体力的な面ですね。今日実家にいたんですけどね、朝8時から12時過ぎまで草を刈りました。はい、灼熱ですよ。灼熱の中の草刈り地獄。はい、でこの時期になると日曜日草刈ります。で、帰ってくるのが3時ぐらいかな、2時3時ぐらいですよ。で、そっから家のこと洗濯したり家のことをします。でそっからちょっと一杯飲んで、仮眠を取るんですね。2時間ぐらい仮眠を取って、でライブ配信の準備をして、ライブ配信2時間、大体2時間やります、飲みながらね。23時終了なんですけど、もうクタクタなんですよね。で次の日マジ死んでっていうことが結構続くんですよ。7月8月とかね。なので、まあそういう体力的な面もね考えて、はい、すいません。来週8月1日はですね、私の第三国志アカウントを4周年記念でございますので、今までねやってる2つの企画の当選者発表と、ちょっとね当日企画やろうと思ったんですが、ちょっとね今後またイベント、オンラインオフ会、まあ、公式はまあほっといて、ちょっと別でね、別口で、ちょっとねガツンとバチコリやろうかなと思ってますんで、はい、まあそういったことの話とか、ガチャです。4周年ガチャも引いたりということで、ね、いろいろやっていきたいと思いますんで、もしよかったら遊びに来てください。ということで、第三国志です。 X120、 一つ前のグループがもう決算来てんのかな、一つ前二つ前かな、わかんないけど、まあそろそろ決算のね足音近づいているところでございます。ウロングとずっと戦ってたんですけど、ちょっと、まあ、援軍も来たりして、今はちょっと私自身というか、まあ、ちょっと小康状態というところではございます。まあ、2期連続ね、残り15分まで分かんない、決算残り15分まで分かんないね、熱い戦いを繰り広げていったので、まあ、定石っていうかね、最後の攻めとしてルロー軍は、まあ、週1ないし2位を狙ってくるんですけども、まあ、決算ギリギリから逆算して攻めてくることが、まあ、結構多いですよね。うん、というのも、結局取ったはいいが守るのがしんどいっていうのが、時間経てば経つほど、守りきれないっていうことがねよくあるので、多分ね、いろいろ作戦を考えているのではないかと思っております。そんな中、私今一通り今期ね、まあ候補数と新兵大将の分とね、あと、ソータ尿性牙ね、この戦歴バーって出してきて、まあどうかなっていうことやってたんですが、もうここに来てちょっと全部変えてやろうと、変えてやろうということで、一回ね一新するというか、まあ残した舞台もあるんですけど、ちょっとちょこちょこっと変えてきたんで、今日はそれについてね語っていきたいと思います。まあ来期に向けてっていうのもありますけど、はい、わかりました。はい、こんな感じです。まずはコースなんですけども、これは劉備ですね。劉備型に変えてます。劉備型、
はい。まあ、長期型と何が違うかっていうと、おそらくこの前半ターンがしんどい、スポーンって抜かれる可能性があるんですよね。まあ、立功とか劉備が。長期はね、守ってくれる、回復する、まあ、強い長期ということで、まあ、ヒソとか入れて、ちょっとなんとか前半ターンはしのぐという形ですね。中盤からはね、劉備の回復も結構生きてくるんではないかなと思ってます。まあ、この舞台もまあまあちょいちょい見ますね。ちょいちょい見ます、はい。ただ長期を他に使いたいとかいう舞台組みたいという時にね、やっぱりこういうの組み込んでくる人もいますけど、まあ劉備が優秀だからね、劉備どこ使うっていうのね、結構みんな悩んでんじゃないかなと思っております。はい、まあ、来期候補数マジないかもしれない、うん、次しめ大将は、これは変わってないですけど、半径を蛮人に変えてるかな。ちょっと他で半径使いたいのでってことで蛮人に変えてます。まあ半径の方がやっぱもうちょっと強そうな雰囲気ではあるが、まあ、騎馬狙いだしね、うん、どっちかというと騎馬狙い、まあ食器とかだったらまああれだけど、あの脳筋とかああいうとこ狙ってるので、まあ、蛮人でも対応できるかなというとこでございます。で3部隊はちょっとね、ごちゃごちゃしてるんですけど、ごちゃごちゃ舞台ですね。ごちゃごちゃ舞台。なんとなく強そうな雰囲気はあるんですけどね。長雲に今は陣中激勢かな。で、防御妖術と。で、そもそもなんだっけ。そもそも何つけてたっけ。そもそもは、あ、ヘイム情勢と白人がちょっと弱い気がするね。ちょっと弱い感じがする。式戦法なんかね、まあ、戦術と蛮人と半径どこに使うか、これ迷いますよね、正直ね。強い式戦法。どうしてもこの前半ターン、まあ、長期とかいればいいんですが、そういった舞台、どうすんだみたいな。強い式戦法もないと。で、前半ターンしのげるものもないという中で、どうすんか分かんないけど、まあ、とりあえず組みました。で次が盗賊、ちょっとね盗賊最後組み替えてやります。で純育盗賊ですね、うん、純育盗賊となっております。まあ、盗賊ってまあ大体本営弓力とか銀兵とか、あ今だったら関寧とか、まあ、長音もありますけど、まあ、結構まあ物理系が多いですよね。物理系が、でも以前僕八神図だったかな、理樹盗賊の多分戦歴出しててめちゃめちゃ良かったっていうのがあるんですけど、やっぱ知略知略とあるので、長期と孫権が知略、どっちかと知略系じゃないですか。まあ、知略系の武将でもいいんじゃないかなと思って、ここ大凶とかね、大凶盗賊とかね、これワンチャンあるんじゃないかと。で純育盗賊強いのやっぱり候補数とかでもなんかいけそうじゃないですか。距離2ですし、これ集合つけてます。まあ復興、待てよ、復興死刑と復興かぶるんだっけ。集合と風勢とかつけると、やっぱり長期に、例えば利兵とか、まあ、絶水とか、まあ、絶水は、まあ、回復効果かぶるんだけども、回復負荷効果かぶるんだけども、まあ、そういうのね、ダメアップにもなるし、ということで、まあ、10面とかでもいいのか。なんか良さそうじゃないですか。純育盗賊。しかも真っ赤だとなおさらなんか、ね、いい感じかなと思ってやってます。そして、最後は猛角納金ですね。本格納金、僕前ね、あの、栃神先生、最近ちょっと復活してますけど、栃神先生が、まあ、出て、それ使っていいですかってことで紹介させてもらってます。ただ、まあ、その後ちょっとね、まあ、しんどいか、厳しいかということで、あるんですけど、まあ、使ってる方はね、ちょいちょい見るんですけども、ちょっともう一回、猛角納金の可能性というのはね、というかね、猛角、強くない？僕、赤2なんですけど、もう、回避全盛期ですよ。まさに。うん、空城も多いし。類似。ね。孫権パイセン。ね。やっぱり前半ターン、それでしのがれて脳筋系ってさ、もう終わっちゃうじゃん。ほわーん。吹き飛んでしまう。っていうのを、まあ、しっかりと、回復、回避無視効果をつけて、ばっこりいくということでございます。
長領に高祖全軍で、毛閣は、まあ、徴兵つけたかな、徴兵法人と、ここに半径入れたんですよ、結局。言うてきついんですよ、やっぱりね。半径入れないときついイメージ。で、馬長は、今回はもう、状態異常のやつね。状態異常。猶予状態と、臆病状態にする追撃のやつをつけてます。えぐい。でも、昨日とんでもなかった、レベリングしてるんですけど、今ね。とんでもない火力がね、妖術によって発揮されまして。馬長が猛角にね、1ターンでね、9000ぐらい与えて、気持ちいいってツイッターで叫んだけどね。逆に気持ちいい。ということで、そういう妖術とかね、まあちょっと暴走したらやばいですけども。で、猛角、やっぱりね、やっぱ黒眼鏡砲が今主流になってるかもしれませんけどね。猛角祝福陣。まあ、それプラス、ゴツとツコツ。のね、まあ戦撃型の軍とか、あと猛角宿友長領とかね、まあ、前期か前々期ちょっと使ってあれって感じだったんだけど、まあ、ちょっとまあ先方半径とかなんか強いの寄せないと厳しいのかもしれませんけども、ちょっとやっぱり盗賊めちゃくちゃ多いし、ちょっとやったりたいなと、盗賊を3ターンぐらい蹴散らしたいなと思ってて、猛角納金をちょっといろいろ考えてます。まあ、前衛中衛後衛どれをどう配置するかってちょっとね、いろいろ試すとこあるかなと思うんですけども、はい、そんな感じです。はい、ということでオリンピックシーズン入りましたので、私もオリンピック見ながらちょっと動画投稿減るかもしれませんけども、今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで4周年ですね、もういよいよ4周年ですよ皆さん。イベント4月28日水曜日から始まりますから、はい、楽しみにしていきましょう。はい、ということでお酒は出しなくてませんでした。ありがとうございました。